こんにちは、クレイです。今日はですね、こちらでございます。ご紹介したいものは、はい、アルディンのピローケースでございます。これ前から個人的にずっと欲しかったんですけど、結構在庫数がすぐなくなってしまったりとか、一旦メーカーが品切れてしまうとちょっと入荷までに時間があったりして、数がなかなか揃わなかったりちょっともらえなかったんですけど、そろそろいいかなと思って、1個ですね、自宅用に購入いたしましたので、実際使うとどうなっていくのかっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。で、こちらのピローケースはもうシンプルイズベストです。ここがですね、袋で開いてるだけっていうシンプルなものでございます。はい、でカラー的にはですね、今これここが色が違うのがあって、これがホワイトなんですけど、ここの色がですねブルーとレッドもあります。お好みに応じてお選びください。でコットン50、リネン50の半々で、折ってある生地なんですけど、最初はですね結構硬いんですね。これ硬いんですよ。だけど洗うとどんどん柔らかくなるんですけど、生地感わかりますかね。折りが大きからず少なからずあります。で、これは縮みが今から出てくると思うので、まずお家に持って帰る前に一回測ってみたいと思います。一応採寸は出してはいるんですけど、ちょっと一応確認でね。まず幅、端から端まで今だいたい86あります。でこちらですね、この高さが 49.5 でございます。でこれを何回か洗っていこうと思うんですけど、使い方は、枕この中に入れて折り込む仕様になってますので、ここの部分が可愛いっちゃ可愛いんですけど、多分見えなくなることが多いと思います。よいしょ。イメージではこんな感じで折り込んで枕を使うので、こんな感じになると思います。はい、なので、枕カバーで家族のもう決めてしまう時とかに色を全部変えたりとかしたら可愛いかなと思うんですね。お父さんは白、お母さんは青、お子さんは赤みたいな感じですね。そしたらもう枕カバーが間違わない、ご自分の枕カバーをずっと使っていただける。それどっちでもいいって方は何でもいいんですけど、全部揃える方もいらっしゃるし、全部うちは赤でいくみたいな方もいらっしゃるので、洗い替えも含めぜひご検討ください。じゃあ一旦お家に持って帰って実際使ってみようと思うので、また使った後に使用感とご紹介したいと思います。はい、こんにちは。あれから早3週間経ちました。私はですね、あの後カバーを持って帰りまして、毎日使い、休みのために洗ってみました。5回ほど洗ったらこんな感じになりましたよ。ちょっとシワ感が出てですね、柔らかくなってまいったのでございます。これは縦糸と横糸がリネンとコットンと違うんですけど、リネンの方にですね、どうしても糸にする、リネンって天然繊維の草ですから、それを糸にするときにどうしてもまっすぐきれいにのり付けしないと糸にならないそうで、そののり付けしたものがですね最初残ってて、結構パリパリ感があるんですけど、それが洗うたびに取れていって柔らかくなっていくのでございます。だいぶ柔らかくなりましたよ。これこんな感じで、ほらテロテロで、採寸をしてみたいと思います。さあ行きますよ。横がほぼちょうど80ですね。で縦が縦が47でございます。一応ちょっと同じものじゃないですけど、最初持って帰ったのはこれで洗ったんで、これが新しいものですね。ほぼほぼ最初の状態のままだと思うんですけど、ちょっと重ねてみますね。はい、わかりますでしょうか。 これぐらい見た感じと変わってまいります。これぐらいですね。でもだいたいこれぐらいでほ
ほぼもう落ち着いてきてると思うので、そんなにもうここからはサイズ感が変わらないと思いますが、最初やっぱり何回か洗っていくうちにちょっとずつ縮んで、今5回目でこれなので、枕を選ぶ際はちょっとお気をつけください。あの最初のこの上でパンパンに出てしまうと入れないことがあるので、だんだん入れなくなってくるので、こっち目安でちょっと最初大きめかなって思うぐらいでも大丈夫です。でですね、ちょっと一応あのイメージで枕はさすがにちょっと持ってこれなかったので、あのクッションカバーをちょっと入れてみたいと思います。こちらですね、じゃん。まあこれ枕としてですね、こう入れますよね。入れると端が余ると思います。で端を中に入れ込むんですね。あの下の方がいいと思います。上は寝るところなのでちょっとガタガタすると、よいしょ、イメージこんな感じになると思います。はい、最初言ったように端っこは隠れてしまうので、だいたい全部このフラックスの無地になると思います。でもあのちょっと思ったんですけど、クッションカバーにしても別に悪くないですよ。あの家じゃなければお探し、ちょっとここはまあどうしてもこんな風になるので、まあ処理は甘めになるんですけど、まあ取り外ししやすく洗いやすいので、あのこれ今 45×45 のクッションなんですけど、これ入れても別に悪くないですね。これ何個か置いても可愛いと思いました。はい、ということでですね、今日は一つニュースがあります。なんとですね、じゃじゃーん、新職をクレに入荷しました。これ昔作られてて一回廃盤になったらしいんですけど、ご要望が多くて復活したとメーカーさんがおっしゃっておりまして、ストライプ生地ですね。この端っこがですね隠れてしまうのがちょっとやるせないって方はですね、これ選ばれたらいいんじゃないでしょうか。まあ、ここは隠れますけど、可愛いストライプが前面に出てですね、とても素敵な爽やかな寝室になると思います。ちょっとこれも入れてみましょうかね、イメージで。他のお布団とかシーツとかの色の兼ね合いはあると思うんですけど、よいしょ、例えばまあお父さんこれとかね、よいしょ、でまあこれちょっと私みたいに洗濯毎日できない方はですね、裏表使ってもらうこともできるので、まあ最初の2日はこちら側、残りの2日はこちら側っていうふうにしてもいいかなと思います。はい、これも可愛いですね。こんな感じでクッションカバーにもできますよ。いやまあでもこれはあれですからね、枕ですからね、こうやって寝てもらったらいい夢が見えると思います。はい、ということでですね、今回一応ちょっとこう実践動画、してみました。実際使ってみてどんな風に変わっていくのかっていうご案内ですね。イメージ湧きましたでしょうか。これが最初のサイズ感と、ちょっとこのまだリネンの糸の糊が効いてパリッとした感じですね、パリパリの感じ。そしてこれが洗って5回洗った感じですね。ちょっと色も白っぽくなってきて柔らかくなってると思いますね。色もちょっと変わったの分かるかな。ちょっとずつ多分白くなっていくと思いますね、リネンなのでね。はい、あのふわふわのパイルの厚めのタオルがお好きとかって方はちょっと嫌かもしれないんですけど、柔軟剤とか使わない方とか、さらっとしたものがお好みの方はとてもですねこれ気持ちがいいんですよ。サラサラで、ぜひおすすめしたいです。リネンとコットン半々のピロケースでございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございます。細かいですね、商品のことは概要欄にリンクが貼ってありますので、よかったらご覧ください。あとグッドボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またよろしくお願いします。ありがとうございました。